レーン群の海岸線にあるペルペツア岬サキレーン群はアメリカ合衆国オレゴン州に存在する群の一つ。2000年現在の人口は32万2959人。オレゴン準州知事のジョセフ・レーンを称えて命名された。群庁所在地はユー友ンである。レーン群は1851年1月29日に 設置された。林軍南東部及びアムクワ軍東方に位置するベントン軍の一部から分離して成立した。もともとレーン軍はロッキー山脈より東側のオレゴン州南部全域を覆っていた。巡州議会はレーン軍を設置した際、軍庁所在地の制定を行わなかった。その後の1853年の選挙で4つの地域が軍庁所在地の候補に選出された。 その中の候補の一つであるマリガンドネーションは最多数の票を得たがマリガンドネーションはスキナークレームと呼ばれる地域と隣接していたため友人ーーが軍庁所在地として制定され両地域は友人ーーンの一部に編入したその後幾度にわたる軍境線の変更により霊軍の面積は著しく減少することになる最初の変更は 1853年に行われたアムクワ軍北部の獲得で、レ霊園軍はこれにより太平洋に繋がった。1854年にワスコ軍が成立すると、レ霊園軍はカスケード山脈をもって東側の全地域を失った。1852年、1885年、1903年、1915年、1917年にダグラス軍と、 軍作海戦を調整。1907年に林軍と軍作海戦を調整。1923年にベントン軍と軍作海戦を調整した。面積の90%を森林地帯が占めるレーン軍だが、オレゴン州で2番目に大きな都市圏を有している。また、軍の48%の土地を農務省リニア部が管理している。歴史的には、 援軍の経済は材木業と農業に基づいている。農業が重要な産業であるゆえんは、米国国内でも有数の農業地帯である、ウィラメット渓谷特有の肥沃な土壌と、温和な気候による。しかし、木材収穫量の低迷と人口増加が有機する農業地帯への長期にわたる圧迫に伴って、これらの産業は、 英軍の経済成長において以前ほど重要性が大きくはない。今後、経済の成長はこれら二つの産業から、交通機関の業務や開発、出版印刷、ハイテクノロジーへと変遷を遂げると予想されている。娯楽車両の主要メーカーであるモナココーチの本社はコバーグにあり、四つの製造工場のうち一つが同地で稼働している。他の経済財産として、 有事院のオレゴン大学がある。また、産地や海岸へのアクセスに伴い、観光業も同軍の経済に貢献している産業として注目に値する。アメリカ合衆国国勢調査局の調べによれば、連軍の総面積は12,229平方キロメートルである。総面積のうち11,795平方キロメートルが陸地で435 平方キロメートルが水地である。ありがとうございます。